まあもうこれはあのエブリデイカメラっていうか、いつも持っていたいっていうか、いつも持って入れるカメラ。どうしてもカメラって、撮る時だけこう使う時だけ撮影に行く時だけ持ち出すっていう人も多いと思うんですけど、シャッターチャンスって本当にいつ来るかわからないっていうのがありますよね。いつもカメラ持っている、いつでも撮れる状態っていうのはすごくこう、なんだろうな、自分的に名作を撮れる確率が上がることだと思うんですよ。でなきゃね始まらないですから、あのその意味でもちっちゃくて軽いっていうのはいつも持ってられることの一つの大事な要因だと思うんですけど、そういう使い方が一番合ってるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、その意味では本当にエブリデイカメラ、毎日持っていつも持ってるよっていう使い方が一番このイーフォニアに似合うんじゃないかなと思いますね。十何年か前に、いやもっと自転車自由に乗ろうよってムーブメントがあったんですよね。で、まあ、ピストなんかその一環として出たんですけど、もうちょっと自転車をカジュアルに楽しもうっていう流れが15年ぐらい前かなから始まって、自転車の世界ではその軽いっていうことはものすごく、価値があることで、10g 軽くするためにもう何万円も違う部品、高い部品を買ったりするっていうことが普通にやってるわけですよ。だからその意味では軽いってすごい性能が高いっていうことなんですけど、その意味ではこれすごく高性能だと思います。これ小さくて軽いっていうのは持ち運びする上ではやっぱ絶対正義だと思うんですよね。まあ、特に自転車に乗って取りに行こうなんていう時は、まあ、軽ければ軽いほどいいので、まずこの小さくて軽いっていうことに、すごく惹かれました。あとは、まあ、レンズ交換、小さくて軽いだけだったら他にもコンパクトデジカメとか、X100V とかあるんですけど、日によって、使いたいレンズが変わったりもします。ただレンズ交換できるカメラってやっぱりどうしても大きいのが多かったので、このぐらいのこのサイズでレンズ交換できるっていうのはすごく、まあ、それはそれで価値あることだなと。似たようなジャンルのものとしてはこのプロ3を使ってます。自転車乗る時とかね、になんか持ってたりする時はプロ3使って、これでも僕十分小さいなと思ってたんですけど、まあ、それよりかなり小さいので、携帯性はさらにいいのと、あと、まあ、他で仕事では FT4 とかも使ってるんですけど、撮れる絵は同じ絵が撮れるわけですよね。まあ、エンジンだったりセンサーだったりが同じものを積んでるんで、そこは小さいからってそういう画質に対する性能が悪いわけではなくて、上位機種と同じ絵が撮れるっていうところで、そこの信頼感、あと AF ですよね。 AF の性能とかも、まあ、ほぼ同じなので、なんていうかな、他のカメラからこっちに持ち替えてもそこでこう、なんていうか、性能が悪くてがっかりするってことは一切なくて、同じ感覚で撮れるっていうところがいいなと。